はい、皆さん言語コーナーへようこそ。今日は2016年2月25日木曜日で、言語コーナーは僕は今日勉強したことを皆さんに勝手に伝えていくものです。今日はアメリカと日本の文化を比べたいと思います。特に仕事のやり方の違いについて話します。日本の社会は指示通りに動かない部下は邪魔という不注がありますよね。でもアメリカ人は指示はやり方ではなく結果であるべきだという考え方があります。結果さえ出していればいいですよ。僕は厚切りジェイソンの本で読んだことは全然前知らなかったんですけど、日本の新卒の仕事は電話を出るだけです。本当にびっくりしました。え？電話を出るだけ？それは何の仕事にもならないじゃないですか。何も成長できないじゃないですか。結果が十分じゃなかったらどうします？という人がいたら、アメリカ人の考え方はもう一回違うやり方でやればいいですよ。その方法であの人も成長していけますからね。もう一つ厚切りジェイソンさんにびっくりさせたことを読んでみたいと思います。ここに書いてあるのは、実は僕には日本人の部下がいたこともある。でもうまくいかなかった。若い人だったんだけど、まさに CG を出せるまで待つタイプ。僕がこういう結果が欲しいから提案は自由に選んでと言っても、具体的なやり方まで教えないと何度も動いてくれなかった。決まっていること以外何もやらないのなら何の進化も起こらない。自分の考え方で、自分のやり方でいかないとアメリカの会社で働きにくいと思いますよ。はい、以上です。いつもご視聴ありがとうございます。もし僕の日本語を間違えたら、もっと自然な言い方がいたら、ぜひ直していただきたいなと思います。よろしくお願いします。